ンチャネルはいこんにちはということで本日の企画は第弾教えてふさん普段私とか視聴者さんが日常生活とかで疑問に思ってるんじゃないかな私も疑問に思ってるみたいなことを堀江さんに優しく解説してもらおうというコーナーで ございます。ございます。はい。なので、ちょっと難しい問題とか、事事とか、そういうことではなく、まあ、普段の生活に関わるようなことを聞いていけたらなと思っております。本日のテーマは、貯金でございます。うん、なんか、ホリエさん、ホリエさんってありがね全部使えてこう、本を出しててね、はいうん、貯金反対派なわけじゃないですか。反対派というか、うん、別に派でもないんだけど。派でもない。実際でも、みんな、収入とかも、ドカッと、 と入ってくるわけでもないから、有り金を全部使っちゃったら、蓄えが本当にゼロになっちゃうわけじゃないですか。うん、その辺どうなのかなと思って、そもそも貯金という考え方が、うん、その一般化したのは、うん、例えば日本国民っていう縛りで考えると、うん、太平洋戦争なんですよね。 ああ、はい、はい。大戦争って、やっぱり日本の総力戦って言われて、うん、実は日、日清戦争とか日露戦争の頃って、うん、戦費を何で賄ったか知ってます主に。戦費を何でえ、なんだろう主に、酒税と国債で、うんうん、国債というかその、外債ですね。<ー>で、賄ったんですね。はい、まあ日清戦争とかほぼ多分酒税なんですよね。ーで、酒税というのは、明治、 政府のものすごく重要な収入源だったんですよ。明治政府っていうのは、あの、江戸幕府から日本国の運営を引き継ぐわけですけれども、江戸時代はもちろん幕藩体制で、藩ごとにこう、財政ってのできてきて、そこから上納金、参、うん、金交代とかいろんなもので、うんうん、その幕府に対してお金を納めてたような感じの仕組みになってたんですけど、それが中央集権国家になって、徴税をしなきゃいけないんだけど、うん、まあ、もともとね、藩主がいて、うん まあそこからこうそ、それぞれの班で調税をやってたわけだから、なかなかその、租税制度をこう、浸透させるにすごく時間がかかってて、明治政府としては取りやすい財源が必要で、それが酒税だったんですよ。で、当時の酒造はやっぱその、灘とか伏見とかそういうこう、うん、特に灘なんだけど、灘、うん、とかに集中してたんで、大手の蔵が。お金取りやすいんですよね。 うん、そこ行って、軍事力を使って、うん、お前ら、あの、治めなかったお前、潰すぞ、みたいにして、うん、まあ、ヤクザと一緒ですけど、うん、で、まあ、国っていうのは、その、合法的なヤクザですから、ある意味、お金を取り立てると。そうね。だから、いまだに主税っていうのは、明治政府の流れで、日本政府の中ですごく重要な財源として位置づけられてて、やっぱ世界でも一番厳しいんですよね、主税って。うん、例えば、あの、スペインとか行くと、シードルとかって無税なんですよ。 ああいう上造上のアルコール度数が低い5%未満とかのやつはもうアルコール、あの、樹勢かけないんですよ、ね。うんうん。もちろんスピリッツ系ね、その、なんかアルコール度数の高いものに対して上流酒とかにかけるんだけど、上、うん、造酒はかけない国とかも結構あったりとかして、でも日本はきっちりビールにも、もうどぶろくにすら、ちゃんと税金がかかってますけど、それはそういう歴史的な経緯があるんですほうほうほ、ん、う。日露戦争の時とかは日英同盟とかもあったりして、例えばイギリス、 に対してて国債を買っっもらったりとかイギリスのそういう投資銀行みたいなところに国債を買ってもらったりとかしてたんですね。うんうん、だ結構その返済負担とかも大きかったんですけどうん、うん、まあでも外債を買ってもらえたんだけど太陽戦争ってもう要は。 世界戦争じゃないですか。そうですね。イギリスとかアメリカっていうその世界の金融の大きなところを抑えてる国と戦ってたんで、戦費の調達ってできないんですよ、外債ベースでも。そうか、そうですね。ドイツとかイタリアを同盟結んでて、うん、まあロシアも半分敵国みたいなもんだし、中国も一応日ソ中立宣言とあったんだけど、ずっと仮想敵国なんで。うん お金の調達ができないですよね。外国から。うん、日露戦争の時はできたんですよ。ロシアの脅威っていうのはイギリスも同じだったんで、日本を応援するっていう立場でも債権を買ってくれたんだけど。太陽戦争の戦費調達はもう国内から行わざるを得なかったんですよ。うんうん、だ総力戦といった意味もう最後はだからほら、配給制に変わって、 鉄とか、こう、金属を全部、こう、徴収するみたいな。ありました鍋を出すみたいな。家から。最後はもうそんな感じになっちゃうんだけど、その前の段階で、やっぱ1930年代ぐらいから、その郵便貯金とか、そういうものがすごく、こう。<ー>なんでこんなにキャンペーンをやったかっていうと、船費の調達のためなんですよ。<ー>国民から調達してたんですね。なるほどね、うん。だから貯金はいいことだっていう。 多分そこが、やっぱ1940年体制とかって言ったりするんですけど、まあそれ以外のサラリーマンみたいなやつとか、まあいろいろな今にまでずっと影響を及ぼしてるような制度って、大体その戦時体制の準備の時にできた制度が多いんですね。戦後じゃなくて、戦前からそれは始まってて、それ最たるものが、あの、郵便貯金。 だから僕は子供の頃、ね、あの、郵便局の人が、お年玉が出た直後ぐらいに、貯金袋みたいなの持って、貯金しなさいって来てましたからね。うんうん、ええー、そんなんあったんですね。ありました。僕は子供の頃40年前とかありましたね、えー、そういうのが。だずっと続いてたんです。それが今も根強く続いてるだけってことそうことです。だから例えば住宅ローンとかが、みんな住宅ローン やったりするじゃないあれも、ね、あれもあの所得倍増計画っつって GDP を倍にするみたいなでその時もどうやって所得を倍増させるかっていうところで、うん、その建築業界とかそういったところが潤うように家をを35年ローーンンンでで買いいましょううっっていうキャンペーンをやったんですよ、うん、そうすると銀行は35年間ずっと金利がもらえる顧客も確保できながら、うん、じゃあ庶民が、うん、誰もが。 何千万もする家を買うわけですよ。うん、だその場で売り上げ立つじゃないですか。うん、建築業者に。そうですね。そうすると GDP なの簡単に倍になるんですよね。倍どころか何倍にもなるわけですよ。そそ,その人たちをまたお金使うから内心を潤って、すごく。な、うんうん、それを、その時からずっと住宅を建てることが庶民の夢です、みたいな。その後今度自動車ローンでやるんですけど。ああ、自動車そうだ。だからそれ国策なんですね。国の産業を維持するために、これはいいことなんだよっていうキャンペーンをやるんですよ。 え、じゃあ、それにまんまと騙されてるってことですかもちろんです。ですえ、なんかそう考えると嫌になりますね。そうなんです。でもそういうもんなんです、世の中。そっか。はい。だから、今の皆さんが貯金をするっていう考え方、貯金は当たり前でしょっていう考え方は、うん ほぼその、戦費調達、大変洋戦争の戦費調達のための郵便貯金が多分元になってますね。うん、そのままマインドを変えられないままずるずる来て、貯金はいいことだとか、うん、ローン食って、ん組んででも。なんか、株なんかやるやつは、なんか、なんか、爆地したぐらいな感じで言われてるじゃないですか。やーん。全然そんなことはなくて、昔は。うん。うんどっちかっていうとこう、なんか借金は悪だとかね。 うん、その庶民に対しては借金額だって言いながら、実はこれだから銀行とか郵便局からすると、これ逆なんで、銀行のバランスシートって逆なんですよ。うん、え、ちょっとそれどういうことですかえっと、バランスシートっていうのは、うん、対借対照表って言うんですけど、うん、貸方借り型ってわかるんでけど。はいはいはい,はい、はい。で 大体資産の部に現金とか銀行預金ってのが来るんですよ。うん、左側ですね。で、右側にの上に負債って言って借金。うん、長期借り入金とか短期借り入金。で、その下に資本ってあるんですけど、うん、これ実は銀行のバランスシートって逆で、うん、預金が借金、うん、右側にあるんですよ。うん、ほう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 ,ほう,ほうお客さんから預かってる金は負債なんですよね。 そうなんですよ資産の部の方に貸付金があったりとかするんですよえつまりだつまりだから要は銀行は庶民から借金をしてるんですよねああうん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 だから要は僕たちは貯金してるっていうのは銀行に金を貸してるようなものなんですよ<ー>でこういう,う,いう今超低金利時代じゃないですかそうですね全そうですね0.01%とかで銀行に貸してるんですよ、うん、僕たちお金を バカみたいいなな話じゃないですかなんか堀江さんの話聞いてるとだったらだったら自分で事業とかやった方がいいんですよ <laughs> 自分で商売やった方が全然利回りいいから確かになそういうことかでなんと言っても借金ってチャランできますからね、はい、昔なんか俺歴史の教科書で特性例って見て元寇、うん、ですか元、うん、が攻めてきモンゴルが攻めてきた時に御家人とか、うん あの、旗本御家人、あ違うか、御家人か。うん、なんか、ほら、あの、伊坂枕つってさ、うんあの、武士たちがさ、みんな借り出されて行くわけですよ、現行、うん、の,の対策に。うん、で、その時に、みんなやっぱりこう、全国から駆けつけるんで、お金かかっちゃって、武士たちが困窮して、借金返せなく、うん、首回らなくなっちゃったから、うんうん、特製でっつって借金調達、調消しにするぞってやって、うん。桃鉄にもありますね、調、 特性例カ,カード <laughs> ありますよ、ね。特性カード。0円になる。あ,あれって、もう今は普通に制度としてあるわけですよ。うんうん、自己破産したりとか、うんうん、会社だったら民事再生法とか会社構成法があって、倒産したりとかできるんですよ。うん、そうしたら借金チャラになるんですよ。うんうん うん、もちろん、チャラにした後、ちょっとその銀行のカードが作れない、借金が、まあ、つまり借金ができないとか、ペナリティはつくんだけど、うん、別にその人権を奪われるわけでもなく、あの、普通の市民生活はできるし、必要最低限のお金は、現金は残せるんですね。という制度、だからチャラにできる制度あるんですよ。特性レカードは別に普通のカードなんですよ。 なので、別に失敗してもゼロに戻るだけなんですよ。<ー>だから借金した方がいいんですよ。で、借金は悪だっていうのは絶対その頃に作られた道徳です。<ー>国が作り出した道徳です。ね、会社経営では当たり前なんですけど、レバレッジを利かせる。レバレッジってっのはテコの原理ですね。うんうん、だから、じゃあ手持ちの資金が50万円、100万円ぐらいだったら、うん、まあ普通の人でも用意できるじゃないですか。うん、会社始めるんだったら1000万ぐらい必要だなって言ったら借金すればいいんです。 借金の制度もいろいろあるんです。広告の融資とか、信用保証協会の保証制度とか、いろいろあって、会社を作りやすい制度っていっぱいあって、そこで1000万ぐらいだったら、どんな人でも借りれるんですね。それで、レバレッジをかけて、手持ちのお金が100万円だったとして、1000万で会社を作って、初年度500万円の利益が出たら、5倍じゃないですか。元手の5倍になるわけですよ。でも100万円銀行に預けても、101万円にすらなんないんですよ。 1> 1年経っってしバカバカしいいたらありゃしないですよこれあの消費者金融で借りても上限金利15%ぐらいですよ。カードローンで借りてもそんなもんですよ。昔はもうすごかったんですから。 金利30%とか50%とか100%とかの時代もあったわけですからー今15%ですよもうそれ以上は絶対いかないんですかそう,そう<ー>18%ぐらいかな,なんかもうほんマックスそんなもんですよ10%台ですよんどんな借金してもだから借りたほうがいいんですよ個人だってカードローンの枠何十万ぐらいあるじゃないですかねうん、うん 貯金した方がいいに決まってるじゃないですか、すね、人生は有限なんですから。ね、貯金してたら、ね、よく言うじゃないですか、なんか夢を叶えるために貯金しようみたいなこと言うんだけど。五、うん、年間貯金しました、一千万貯金できました、なんか始めようっていうのと。今百万しかないけど、九百万借りて一千万の仕事始めようった。五年得するわけじゃないですか。五、ね、年間でやれることっていっぱいありますよね。あ<る>と特に若ければ若いほど。うん、体ね、元気だし、自由きくし。うん できることたくさんあですよ、ね。20代の5年間と、やっぱ40代の5年間全然違いますからね。まあそうですね。今日もいい話でした、ホリさん。でもね、こういう話をすると怒られるんですよね。うん。私がいるから大丈夫って信じましょう、はい、多分調和されてると思います。はい、<laughs> ちょっと薄まってると思います。はい、そういうことです。みんな大丈夫だ。<laughs> はい。ぜひ参考にしてください。はい。それでは本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。 はい、私、ニコニコ動画でブローマガーハーチャンネルってやってるんですけれどもこれから週に一回一時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんでぜひ今すぐブローマガーハーチャンネルに登録してください月々アップデート8週です全国ですいってらっしゃいノー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 ノ